今日はですね「幕末の美女発選」ということで美人紹介をねちょっとさせていただきたいと思います。 最初のね、えー、この方ですね。徳川美香子さん、徳川慶喜最後の将軍ね。徳川慶喜の奥さんでございます。可愛いい。どちらかというと、徳川慶喜が両祖母である。徳信院と仲が良かったので、うん、仲良しさんの2人の間柄を勘違いして嫉妬して、うん、あの自殺未遂なんかを起こして夫婦仲があまりよろしくな。ない。 たというちょっと気の毒な人ではあるんですけどもね。ということはやっぱりこう気も強いんだろうな可愛いけれども。うん、気が強いのかまあ仕事心が強いのかで、ねうん、そんな感じの人ではあったんでしょうけどもね。自己主張が強そう。奥毛さんの娘にしてはね結構珍しい性格ですよね。奥毛さんの娘やっけ？顔立ちが濃いからそうは見えないですよね。苦行の娘で元々はね一条千気君っていうね人が吉野こと結婚するはずだったのに急遽ピッターで奥さんになったのでね <laughs> 心の準備が みたたいいななののがあったのかもしれないですね <laughs> 長いことねいい名付けになってねこう熟成される気持ちとかが案外なかったのかもしれないですよね。<laughs> 人はですね徳川慶子さんと言って明治に生まれてる明治で6年生まれなのでちょっと幕末の美女っていうとじゃないんですけれどもね、うん、でもお父さんがね、うん、最後の将軍義信なのでちょっと入れさせていただきましたどうですかね可愛い,いですよね、うん、美人ですよねやっぱりパパがね男前だからめっちゃ綺麗えじゃあママはさっきの人がママなのお母さんは三上義明じゃなくて側室の新村信さんっていう人なんですよねでお母さんもねこの さっきの御影にはちょっとね。可愛い感じだったんですけど、新村信ぶさんっていうのはちょっと奥月さんっぽいね。上品な顔立ちなんで、慶喜 <laughs>、うん、君には似てるかなと思うんですけども、うん、どっちかっていうとね。キリッとした美女っていう感じです。うん、なんかすごい。<で>あ,あの白塗りしてて舞妓さんみたいなお化粧だから、現代風のお化粧にしたら相当可愛くないですよね。これね。白塗りっていうのはね。あの当時の写真技術のねせいでしょうがないんですよ。<laughs> かなりこう日光あの白く当てないとの写真撮れなかったんでね。だからだいたい。あのみんな。白っぽく

美人薄命で、うん、夫っていうのは田康家のねこの徳川里隆っていうんだけれども、まあ、娘さんを一人産むんだけれどもその娘さんは大丈夫ですけどね。あ <music> 次はね、これ、アリス側ただ子って言うんですけれども、えー、どうですか。かなりこの人も美人ですよね。外国の人みたいな、目鼻たちが、うん、特に鼻筋がすごい通ってる感じに見えます。ね、目も二重だしね。大きい。このままで、今の服着せたら、全然なんかか。銀座、うん、に行ってもおかしくないですよね。うんうん、この人、奥家さんなの。ご主人がアリス側の見当たる人親王なんで、まあ、公家に嫁いだんですけど。もともとはね、越後の。 藩の藩主ののの主次男娘娘だから武士です、ね、武士士でですすねなんアリス川の宮太郎人親王っていうのはもともとほら、和の宮のいい名付けだった人なんだけれども、この人がま言った母親戦争でね、あの新政府軍の政府総裁になった人なんですけど、え2番目の奥さん、5歳っていう形でね、突軍、うん、日本赤十字、田野常民って言って日本赤十字を作った人がいるんですけど、<laughs> まあそのなんかこの母体になる白愛者っていうのがあるんだけど、それなんかをこの創設するのに も尽力した女性ではあるんですけどもね。イヤリングしてはる。どうだろう。うん、まあ当時ね。もうイヤリングっていうのは明治だから入ってきてはいる。けれども、うん、知ってるのかな？ちょっとこの写真ではちょっとよくわかんないですよね。このね。なんかこの眉のね。眉の化粧法が今普段、うん、奥手さんだったらここに決ってかってそう。それはちょっとあの昔のイメージすぎるかもね。うん。 でまあ、次これはね結構有名なんですけれども幕末の時代桂小五郎っていう長州派のね桂小五郎の恋人だった京<お>の芸妓の生松さんでまあ明治になって結婚してね<ー>桂小五郎が木戸恒院っていうふうに名前変えるので木戸松子っていうふうに改名するんですけどね<ー>、まあ、その正妻となったもともと芸妓だったのに正妻となった女性ですよね、うん、この人も美人ですよね宝ジェンヌみたい男そう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 男役っぽいことやってるんですよもうね 結構ねハンサムなことやってるんですよ有名なエピソードなんだけども、うん、桂小五郎が当時攘夷派なんもんですからいわゆる新選組とかにこの追われている時に三条河原三条のね今日のね三条橋の下で古事記に身をやつしてて隠れてたんですよねそこに食べ物を運んだりしたっていうね、うん、しかもその後ねあの桂小五郎自体は伊豆市に逃げるんだけれどもその時にこの新選組に幾松が捕まって「小五郎どこ行って白状せ」っていうようなことを言っても一言もね白状しなかったっていうね。うん エピソードのあるまあ、だから本当になんかこのキリッと男らしいね良い医師のある人ではあるんですよね、うん、結局ねまあ軌道あの軌道行為になってからね結婚しても軌道行為若くして亡くなるんですけども<ん>その後低発して天になってね母代をね弔い松子さん自身には子供がなかったのでその軌道行為の養子っていうのをね育てるっていうね本当に何でしょう良妻健母双方の妻、うん、そういうタイプですよね養子ってあの愛人の子供とかじゃなくてかつら 松さん命だから家を継ぐために、まあ、親類の子とかねそういうのを何,何人かもらって育てるっていう形でねが洋風、うん、もうこれはあの明治になって木戸行員なんかもね洋服着て西洋と一生懸命西洋化して日本をね開国した以上は西洋風を見習おうって言うんで、まあ、率先して洋服着てるので、まあ、奥方ですからねあのそう様相をしてるんですけどもね。<laughs> ですね。奈良崎亮、誰だと思う?。お亮さんっていう人?。うん。ご主人、誰でしょう?。これ前の時もなんかで、出てこなかったっけ?。すごい有名な人やね。すごい有名な人。<laughs> 寺田屋と家の人。そう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 。坂本龍馬。そう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 。<ー>坂本龍馬の。彼女でございます。 ただね、このね、右の若い時の写真がね、ひょっとしたらおりょうさんの写真じゃないかもとは言われてるんですよ。<laughs> 年取ってからの写真はね、あの、インタビューした人がちゃんと撮ってるんで、間違いなくおりょうさんなんだけど、若い頃の写真はこれ、ひょっとしたら違うかもっていうので、まあ一応ね、年取った時の写真を載せたんですけど、でも、年取った時の写真でも美人は美人だね。若い頃美人だったろうなっていうのがこう思わせる顔ではあります。うん

寺田屋事件でね、あの、龍馬がバクリに捕まりそうになった時に、お風呂に入ってたお龍さんが、裸のままね、2階の龍馬にね、危険を知らせて逃がしたっていうね、気性の激しいというかね、まあ、開放的な女性というのかね、<laughs> 物事にとらわれない大胆な女性ではあったんですけれども、あと有名なとこではね、その後、その寺田だ事件の後、龍馬と、あの、龍馬がちょっと傷を受けたので、その傷を癒すために、まあ、薩摩藩にかくまわれて、あの、イブスキの温泉とかに行くんですけどね、でそれがまあ、うん、日本で初めての新婚旅 旅行って言われたりしてるんですけれどもそういう風うに龍馬が生きてる間はね結構ラブラブで良かったんですけど龍馬はご存知の通り幕末の頃殺されてしまいます残されたお龍さんっていうのの晩年なんですけども結構不遇でね海援隊とかの龍馬の仲間の人たちは実はお龍さん嫌いだったみたいでだからね面倒見てくれなかったんですよお龍さん自体はまあ龍馬の彼女だったっていうことで一時期土佐に行ってそのお姉さんね、えー、なんかと一緒に暮らすんだけれどもどうもやっぱり性格的にこの勝ち気だし うん、そう、見たことを言うしそういう人だったので喧嘩になっちゃってでね。なんかいた。たまれなくなって出て行ってで、その後まあその会員隊の人たちも助けてくれない。おりょうさん、こういう性格の女性ってやっぱり今でもさ女性が好きにね。もう思ったこと、ポンポンポンって言って気が強かったりすると、あんまり男の人には好かれないじゃないですか。ましてや幕末それからまあ明治初期なので、まあ、男の人にとったらあんまりね。さっきの育松さんみたいにね。もう夫に尽くすってタイプじゃないから、どうしてもやっぱりなんかね。うん、嫌われて。 あんまり面倒見てもらえないっていう形で。おりょうさん自,自体も言ってるんですけども、面倒見てくれたのは勝海舟。勝海舟はやっぱりその最後まで面倒見て、おりょうさんを神奈川にあるね、田中屋っていう料亭なんかに紹介したりもするんだけども、ただまあそこでもね、業績が良くなかったのか、いい噂はなく追い出されるみたいな形で辞めちゃう。で、まあ最終的には再婚しまして、松兵さんっていう人がいるんだけどね、その松兵さんと再婚して、まあ横須賀に住むことになるんですけども、ここへ おりょうさんの妹が、まあ、ちょっと旦那と別れて転がり込んできて、まあ、3人で暮らすんだけども、うん、その妹が松兵さんとできちゃって家を出てっちゃう。 で最終的にお寮さんはアル中になって死んじゃういすごくあの幕末有名な獅、ね、子の龍馬の彼女でありながら晩年は至っって不遇だったんですよ、ね、あ<ー>まあねこの当時だからね女の人が一人で生きていくっていうこともできず、うん、なかなか思うに任せない人生だったのかなっていう気はしますねだから生松さんなんかと比べるとちょっと気の毒とは思いますけどね。うん 不器用な人だったんですねうん、きっとね多分ほんと好き嫌いでもうねはっきりそれで生きちゃうようなね、うん、正直な人だと思うんだけど、うん、素直な人だったんだろうね、うん、そうなんだと思うんだけどねただ当時の男の人にとってそれがさ可愛くていい女かってと、うん、なかなかやっぱりだから坂本龍馬っていうのは女の趣味が変わってたのかあるいはすごく先見の明があったのか <laughs> うなんだろうねとは思いますね <laughs> 次ですね。陸奥良子さんです。むっちゃ美人でしょこの人。吉永小百合さんみたい。かわいい姿<人>なんか美人だし。この人はね、夫が陸奥宗光って言って、あの、さっきの坂本龍馬なんかの海援隊にもいた人で、坂本龍馬に、まあ海援隊の中でも陸奥宗光だけは何しても生きていけるって言われるぐらい、まあ才能のある人で、後に外務大臣になったりなんかしてるんですけど、ね、陸奥良子さんっていう人は、もともとはね、新橋の芸者さんなんですよ。新橋でもね、この1、2を争うね、この美人って言われる。 出ていてまあ、この顔ですからねむ奥宗光っていうのも結構ハンサムでね結婚した時にはこの美男美女カップル感じだったんですけど、うん、ただねむ奥宗光っていうのが後にね、まあ、政府転覆の疑いをね受けて山形監獄っていうねところに刑務所に入れられてしまうっていうことになって、えーえー、夫との手紙のやり取りだけをねするっていうね4年間っていうのがあるんですけどものこの4年間の手紙のやり取りでも読んでるとすごく愛情深いねお互い好き同士だったんだなーっていうのがすごくよくわかる手紙 のね、の所管のやり取りがあったりするんですけど4年後にこの特赦で陸奥宗光が出てきてその後はアメリカに行ったり、まあ、ヨーロッパに行ったりっていうことで、まあ、外交官としてすごく活躍してワシントン社交界の花なんて言われるぐらい。うん すごく美人だしねまあ、上品だったっていうことなんでね有名になった美女なんですん海外でも美しいと思われる顔立ちだと思う言葉とか喋るとあのむつむねつは喋れただろうけどね彼女はどうかなうまあ片言ぐらいはね勉強したかもしれないですけどね 夫は、まあ、さ元薩摩藩士の大山巌なんですけれどもこの,人この人はね <laughs> そうラットちゃんの言うとおりね頭いいんですよ。 いうね、人なんですけれども会津藩ってほら幕末の時に最後まで新政府軍に八重の桜とかに出てきましたけども最後まで戦った俗心、うんま、新政府から明治政府からしたらまあ俗の子供たちなわけなんですよそんな中俗信たちが新しい新政府明治政府の中で出世するっていうのは結構難しい時代にこのお兄さんの山川健次郎っていうのは完備留学生ね国費でお金出してもらう留学生になってアメリカのイェール大学、うん に行くっっていいいいうぐらい頭のいい人だた後に東京帝国大学の総長今の東大の学長さんですよねみんな、うん、頭のすごくいい人でその妹なんですけれども、うん、当時そのお兄さんが完璧留学生になるっていう時に初めて女性もじゃあ留学させようっていうね当時あのアメリカなんかの男女平等を見たその新政府の役人たちがこれは女性も勉強させるべきだっていうふうに考えて女性留学生っていう初の日本の女性留学生っていうのを募集するんですけどもでもまだまだなんだかんだ言って外国 僕は異国だし、毛党だし、怖いし、みたいな時代だったもんだから、全然募集しても集まらなかったんですけども、山川健次郎が、いやもう自分たちがこれから出世するためにはもう学だ。妹を勉強させて伸ばしていこうっていう、もう非常に先見の明のある解明的なお兄さんだったおかげで、その初の日本人女性留学生に選ばれた人なんですよね。うん、その時に、そのさきさんっていう名前だったんだけど、お母さんが捨てたつもりでお前を待つって言うんで、捨て待つって名前を変えさせて、それでアメリカに留学。 するんですよね。ほう<ー>。それが8歳の時です。思った以上に若か <laughs> った。びっくりした。<laughs> 当時若い方が英語勉強できるからって言うんでね。若い子供や。それでまあ夜いいあの英語にフランス語なんかも勉強してまあ、帰ってきて、大山岩尾っていう人は彼女との恋愛結婚してるんですよ。<laughs> 見合いじゃないのよ。っていうのが大山岩尾って薩摩藩の人でしょ。まあ、当時もう薩摩藩はないけど元薩摩藩の人でしょ。でこっち会津藩でしょ。宿的なわけですよ。 <で><ー>大山巌ってあの会津戦争の時にの会津城にボン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 逮捕を打った人ですからね敵の中でも敵っていうぐらいね対たるものっていう人だから、うん、反対意見があるわけです何も、ね、好き好んで薩摩藩と結婚させる必要ないんじゃないかみたいな。っ松、うん、もじゃあ会ってみて気に入ったら結婚しますみたいな感じでだから本当にもうなんか恋愛結婚で二人出会ったら今度は大山巌がもう彼女しかいないみたいな感じでもうラブラブになってすごい猛アタックで結婚したっていうような人なんで面思 とかね、マツさん合図人でしょ合図弁じゃないですか大、うん、山愛顔は薩摩班とか薩摩弁じゃないですか二人ね最初会った時ね日本語で話したらね何言ってるか分からなかったんです <laughs> ところがよ大山巌っていうのもね外国に行って留学してるからフランス語できるんですよ。で下町<ー>さんも英語とフランス語ができるんですよね。お互いにフランス語で話し始めたら意思疎通できるっていうんでこの2人なんとフランス語でで会話ししてたらしいんですよ文明開化でその早く西洋化しなきゃいけないっていうんで6名間を作ったばいいんだけれどもパーティーして踊るにしても西洋のこういうドレス着れる人うまく着付けてね動ける人がいないましてやダンス踊れる人がいない。 西洋のマナー分かる人がいないな中でもう捨松さんはそんなの全部基本中の基本で知ってるわけですよもう当たり前のように。<い>で6名間で優雅に踊れ英語やフランス語で外国人とお話ができマナーもパーフェクトっていうことで六名間の貴婦人って言われたのは美しいというよりもそういうマナーや知識とさ。 ということで言われたわけなんですよね見た目がというよりその内面からの美しさで六、うん、名間の貴婦人と言われそして内面の美しさで大山岩尾にラブラブアタックをされたというね江松さんもあの大山岩尾に会ったあの実際に会ったらすごくねこの人だったらっていうんで私結婚しますって自分の意思で言ってるのでねお互い好き同士だったらしいですけどね<う>なので当時としては結構ね恋愛で結婚するっていうのは珍しいカップルだったっ、うん、でも会ったのは未来じゃないの <laughs> 会う前にその話が出た時に会って 嫌いだったら断りますって言って会ったんですよ。そしたら、あらってことになって。それは見合いいじゃないのの当時の見合いっていうのはね、結婚するって決まって、見合いっていうのはね、最終的にも結婚することも全部決まった後の最終の顔合わせが見合いだったの、当時。なるほど。会ってから決めますっていうのは、見合いとは言わない。だから非常に珍しい先進的なカップルだったんでしょ、当時としてはね。顔見せてから決めます、断るなら断りますなんていうのは、海外を知ってる2人だからこそできたことなの。うんうん なと思いますね。 最後はこちらのこちらの女性楠本貴子という人なんですこの人のもうこの左がねお母さんの楠本稲さんって言ってこの楠本稲のお父さんがシーボル江戸時代にオランダ人だと偽って、えー、日本にやってきて日本っていう本を書いて日本のことを広く世界に知らしめての例のペリーもねこのシーボルトの書いた日本を読んで日本のことを勉強したっていう当時としてはもう唯一の日本通と言われている人なんです、うん このシーボルトのお孫さんっていうねどうですか儚げな美人って感じしませんクォ、うん、ーターには見えないクォーターなんだけどねお母さんがちょっときつそうな感じであのハーフっぽくもないんだけどもね、うん、まあ美人ということで一応まあ出したんですけどもかなりね悲劇的な親子なんですよ。えー、まずくすもとい,い,ねっていう人は、まあ、やっぱりこう当時のことなんでハーフだっていうことでまあいじめ、うん っっていうようよな、ね、こともも多かったらしいんだけれども日本で初めての産婦人科医お父さんも医者だし自分もねこう医術を目指して日本で初めての産婦人科医っていう風になった人ではあるんだけれどもお師匠様でもある男性に強姦されてこの貴子さんを身ごもった。 <laughs> この貴子さんも医者を目指すんですよねあの医者を目指すんですけれどもやはりお母さんと同じように強姦されて男の子を産むことになってしまって医術の道を断念するっていうね稲さんのお師匠さんの場合は嫌だと言ったのに抗えなくて身ごもってしまったと言われてるんだけど強姦だよね。 愛人とかじゃない？おめかしさんとかじゃないのだ,、ね、だって。後にもその人のところにはもう顔も見たくないって言って飛び出してるぐらい。なんでもう嫌だって言ったのに生まれたってことはやっぱり強姦だよね。あの、貴子さんは本人がやっぱりその船の中で強姦されたっていう。風に言ってる、うん、なんか美しいがゆえの悲劇。うんうん っていう感じなんですけどねただあの救いといえば救いなのはシーボルトが後にね国に帰った、まあ、強制送還されるんだけど国に帰った後に、うん、お母さん違いで生まれたイネさんの弟にあたるハインディヒ・シーボルトっていうのが日本にやってきてその人がすごく日本が気に入って、うん、日本の女性と結婚して、まあ、日本に住んでてその時に、うん、イネさんもタカ子さんも、まあ、その世話を受けて晩年は。うん そういいうおじさんっていうのかな、貴子さんはおじさんで稲さんだと胃部手にあたるね、うん、その杏利妃っていう人に面倒を見てもらって、うん、割とまあ落ち着いた生活ができたのはできたみたいなんですけどもねうん、うん、ただちょっとこの強姦というちょっと悲劇をね親子して葬ってしまったというね、うん、悲劇の親子って感じの美女たちっていう紹介なんです じゃあ結結結婚婚婚とかしし、ね、してててなないいののの娘方ははるよさんけど、うん、だからやっぱりあのハーフっていうのが大きかったんだろうし自分でねなんか産婦人科医として生きるんだっていう、まあ、そういうなんか決意みたいなのもあったのかもしれないけれども貴、うん、子さんの方はお医者さんの山脇泰輔っていう人と結婚してはいるんだけども、うん、でも結婚したのにあのいごおじさんのところでそうなのか、ね、えっとねそれはねその旦那さんがね亡くなっちゃうんです病死しても<ー>不幸な親子だね。 晩年はそのおじさんにあたるねハインディ日に面倒を見てもらって、うん、お母さんと一緒に暮らしてた,たんだけどね。うん、ということで、えー、幕末の美女八千をご紹介させていただきます。<laughs> 最後。<laughs> 今度イケメンもやってください。<laughs> はいイケメンイケメンやって。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。ツイッターもやってますのでフォローよろしくお願いします。